戦3日目の戦いも後半カードに突入。ボートレース唐津の創刊75周年記念スポーツ日本杯予選競争第7レース、黄色い勝負服で峰が登場となっています。対戦メンバーは1号艇福岡の川添秀政、2号艇滋賀の川北博隆、3号艇福岡の西川拓人、4号艇兵庫の安田雅彦、5号艇佐賀の峰竜太、6号艇福岡の小川浩二です。さてコース取りですが、ピット離れ不利でした2号艇の川北、そしてスタート展示3コースでした5号艇の峰は2コースとなりそうです。1号艇は川添秀政です。予選突破へ向けて正念場の高枠からの陰線となります川添、そして2コースまで入ります5号艇は峰竜太、今日も星を伸ばすでしょうか。スタートも素晴らしく決まっています。3コースとなります4号艇は安田雅彦、そしてピット離れから本番4コースとなるのが2号艇の川北博隆です。2艇がダッシュ戦です。5コース角の位置には3号艇の西川拓人、そしてもちろん6コースに6号艇の小川浩二が入っていきます。体型は4対2に分かれ、本番峰は2コース発進となりました。予選競争の第7レース、コースは内側から1番、5番、4番、2番、3番、6番の並び。スタートしました。1号艇、5号艇、それから外から6号艇の小川も好スタート。1周1枠、インから1号艇の川添が先に回って2コースからの差しハンドルは5号艇の峰、外前は4号艇の安田の内側から3番と2番です。差しから5号艇の峰が内側にいます。その外に1号艇川添、スタートは前提正常でした。1周の2枠、先行体制は5号艇の峰竜太、1号艇の川添が指して続きますが、振り切っています。先頭5号艇の峰竜太がここもトップに立った。2番手が1号艇の川添秀政、3番手には3号艇西川拓人、目下の体型は5番、1番、3番、3番の2停身、後ろに2号艇の川北。2周1枠、5号艇峰が先頭、2番手は1号艇川添、3番手で回ります3号艇の西川。縦を避けながら旋回になった2号艇の川北、その内側に6号艇の小川浩二となっていますが、3番手は3号艇の西川がキープです。2周の2マーク、先頭は5号艇峰竜太、2番手で1号艇の川添秀政、3番手3号艇の西川拓人の内、小回りから6号艇の小川浩二。さあここは一気に3号艇の西川を捕まえてきました。6号艇の小川浩二、6番と3番大時計前ではほとんど並んで、3番手は接戦です。一方先頭5号艇の峰、2番手が1号艇川添、さあ3番手6号艇の小川が回ってその外を行きます。3号艇の西川も食らいつきますが、3番手優勢と変わっては6号艇の小川浩二アウト。判定審査3号艇の西川拓人でラストターンマークです。さあこれで連勝を4に伸ばします。5号艇峰竜太、2番手1号艇川添秀政、さあ3番手6号艇の小川浩二の外、3号艇の西川は流れました。3番手は6号艇小川浩二、5番五輪、1番五輪、6番五輪、3番2番、4番五輪です。